世界で一番嫌いな人種が2パターンあって、これみんな内緒にしてね。俺バンギャとコスプレイヤーが死ぬほど嫌いなのね。本当にここだけの話内緒にしてほしいんだけど、俺バンギャとコスプレイヤー死ぬほど嫌いなのね。いや、みやこさんとかはゲームの格好しなくても可愛いじゃん。だからゲームの格好しても可愛いじゃん。だからそういう可愛い子は好きだよ。で、ブスがやってんじゃん、コスプレイヤーって。いやいや、大半ブスじゃん、あいつら。それが嫌なの。なんで怪我されなきゃいけないのつって。それ可愛い女の子やってたらさ、いや、それ、いや、可愛いなって俺だと思うよ。ブスがやってんじゃん。だから、怪我されてるの。ユーナのコスプレとかをさ、なんでお前みたいなブスがやってんの見なきゃいけないのって。俺だから、そう、コスプレしてるから、みやこさんが好きなわけじゃなくて、みやこさんが好きだから、みやこさんのコスプレしてみて可愛いなって思ってるだけで。付加価値全くついてないよ。ただ本人が好きなだけで。なんかよくあるじゃん、なんかさ、それでさ、写真撮られて勘違いしてるブス。もうあれが本当に憎くてしょうがないのね。俺の作品怪我しやがって、つって。家で鏡の前でやったらいいじゃねえかよ、つって。わざわざ外に出向いてさ、人が多いコミケ、ただでさ、女に免疫がないオタクに目をつけてさ、私って可愛いでしょみたいな。オタサーの姫ども。バンギャはなんで嫌いなの？なんかね、見た目が嫌い。見た目が好きじゃない？なんか。公平みたいな、あのさ、なんていうの？あの、青いカラコンして、鬼太郎みたいな前髪ブワーってなって、モコはなんで嫌いなの？モコはアデノイド嫌い。それ視聴者が言ってたやつだろ。今言わされたんだからな、これ。今振りがあった、振りがあってのあれだからな。ハコフグみたいな顔してるからやだ、あいつは。で、バンギャなんかね、俺嫌いなんだよな。ブスが嫌いなのかもしれない、俺ね、みんな。俺分かった、俺コスプレイヤーが嫌いなんじゃないわ。バンギャが嫌いなんじゃないわ。俺ブスが嫌いなんだ。俺今思ったわ。うん。あいつら、バンギャという盾を持って世に進出、あわよくばチャンスをっていうことでしょ。コスプレという盾を持って、コスプレを人質にとってブスどもがさ、俺たちに拳銃を向けてくるわけじゃん。あのバカども。ふざけんじゃねえぞ。お前、そのコスプレの盾ごと、俺のマグナムで、突き刺してやるからな。これ、あれ、あの、NHK で流せ、今の。あいつらさ、わかるだろ、言ってる意味。いやいや、コスプレだからーみたいな。貫くぞ、俺の、貫き丸で。俺ね、ブスって病気なんじゃないかなって思ってんだけど。いや、ブスはブスでいいじゃん、別に。見た目なんてはっきり言って、どうでもいいんだよ。いや、見た目って正直どうでもいいじゃん。でもさ、わかるじゃん。じゃあみんなの中だってさ、みんなの中でさ、ブスいる？すごい、私って、格好悪いなとか、私ってすげえブスだなって思う人いる？自分で。気づいてる人。いっぱいいるよね、そんなのね。いっぱいいるじゃん。え、自覚するじゃん。え、そういう人たちがさ、コスプレして、外へ出ようって思わなくない？お前ら、心の病気だよ！ブスはダメなんだって、やっちゃそういうこと。ダメなんだよ。家で静かにインターネットをしてな、テニスの王子様とか応援しなきゃダメなんだ。チャンスはないんだよ、ブスに。なぜ、ミャコさんとかネコムとかな、牛島エニクを見て憧れるまでに人、自分がそっち側に行けると思っちゃダメなんだよ。仕方ねえんだよ。なぜならお前はブスだから。世界っていうのは本当に厳しいよ。お前がブスに生まれてきた瞬間にキャーキャー言われるチャンスはないんだ。勉強しなきゃいけないの。コスプレ自作して偉いね。偉くねえんだよ。コスプレ自作してる時間があったら勉強しなきゃいけねえんだよ。なぜならブスだから仕方ねえんだよ、これは。これ仕方ないことじゃん、だって。みんなそうと思ってんだもん、ブスだなって。みんな思ってんだよ、お前たちのことブスだなって。辛くないのか？お前だけだぞ、気づいてないの。うわぁ、あのコスプレイヤーブスだなっつって。あれだよ、なんていうの、お笑い要員で写真撮られてんだよ。あいつさ、写真向けたらさ、その気になんじゃねえみたいな感じで、お前らいじめられてんだぞ。
チャンスはないんだよ、もう。こんなこと言ってくれるやつ俺しかいねえかんな。お前ら、笑われてんだぞ。他のところで頑張れよ、他のところで。っていうのを、コミケにいるような、あの、ちょ、メグさん俺のこと嫌いにならないで、マジで。俺のこと嫌いにならないで、もう本当に。メグさんだってもうコスプレ卒業したんだから、俺も解禁、情報解禁。嫌いにならないでくれ。今俺土下寝してるから。俺だって辛いよ。俺だってめっちゃ辛いからね、これを本人たちに伝えるのは。チャンスはないよ、でも。うん。チャンスはないね。だって、見る側の俺が言ってんだから間違いねえだろ。あれだよ。ちょっと空いてるからあのブス取っとくか、みたいな感じで。撮られてる。本当は、ミャコさんとか猫目とか撮りてんだよ。おめえらブスを撮ってる写真も。でもまあ、ちょっと沈めるし、まあ、これがやったらいいだろ、みたいな。家でフォトショーでなんとかなんだろう、つって。本当に世の中つれえよな。本当に厳しいと思わない、こういう話聞くと。でもみんなだと思ってるでしょ。チャンスないよね。だから一生懸命勉強してさ、もう男社会に食い込んでいくしかねえんだよ。それを、隠さずな。うん、ノーチャンスだ。女ってやっぱ顔だから、結局。女ってさ、もう本当に男に生まれてよかったよな、俺たちな、マジで。女に言われてたら、俺たち地獄だったよ。俺たちみんなコスプレしてたよ、多分。あの、ブスで勘違いして。こういう逆の集まりだったよ、多分。みんな、今日何のコスするつって。俺たちマジみんなでコスプレしてたよ。はっきり言って。男だからまだ助かってるけど、俺たちが女に生まれてたら、コスしてたよ、本当に。私今日あれするよ、つって。そんでなんか、誰かにディスられるブスは世に出てくんじゃん。坂上忍あたりに悪口言われて。でも違うし、私たちには心が綺麗だし、みたいな。てめえらみたいな心なんか見てねえんだよ。ねえ、覚ませ。世で優しい奴はいねえからな。本当に、男性に生まれてよかったですね。本当にね。手に職つけてよ。頑張れよ、本当に。これ、バカにしてるわけじゃないからね。俺がじゃあ、ブスの女に、あ、じゃあ、分かった、これはもう本当にみんな、うちのルールにするわ。ブス、聞いて、ちょっと。本当に、なんか今まで辛く当たってごめん。だけどね、お前らは、手に職つけて頑張れ。な。応援するよ。手に職つけて頑張れな。実況者コスというコスプレの闇に触れる。何、実況者コスって。何これ、実況者コスって何。お前今日あれだな、帰り茶浴びてるなんかね。何実況者コスって、何実況者コスって、ツワースのコスプレとかいるの、なんで、なんでツワースのコスプレすんの。ツワースってだってキャラクターじゃないじゃん。ツワースってキャラクターじゃねえじゃん。どういうこと？真似するってこと？服装を。実況者のコスプレをするんだ。あ、なんか、その、視聴者の皆さんが描いた絵とか、想像して描いた絵をコスプレするみたいな。へー。すごいね。キャラクター化されてるんだ。俺のも、ちょ、俺のやつ見たい。おい、俺のやつ見ようぜ。おい、ちょっと俺のやつ見たい。ちょ、俺のやつ見たい。どれ？俺のやつ見たい。ねえねえ、ちょっと俺のやつ見たい。見たい、俺のやつ見して。今、あ、いたってよ。あ、ちょ、俺のやつ、ちょ、見して。俺のやつ見たい。ツワーズ、俺のコスプレとか気持ち悪い。でもツワーズ自身がキモいからちょうどいいんじゃない？マイナスとマイナスでプラスになってそう。加藤純一コスプレ選手権やろうぜ、じゃあ。俺のコスって言っても俺が出ちゃってるじゃん。
ねえ、俺が出ちゃってるのにどうやってコスプレすんの？俺が出ちゃってるじゃん。あれって、俺がいない、俺が空想と架空の人物じゃなきゃいけないんじゃないの？ダメだ、エラーで見つかんない。ちょっと待ってな、ちょ、見して見して。実況か、実況者コスの闇を。これを見せることによって、ちょっと、俺の好感度が下がるって、これは見せれませんが、一瞬な、ほんとにじゃあもう一瞬な、じゃあ、ちゃ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 、はい、ちゃ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 、もう、あれだけど、あれなんだよ、やめよ！この文化は俺が立つわ、じゃあ。この文化は今、今日から俺が禁止します。著作権で訴えます。実況者、俺実況者代表で言います、じゃあ。今後、もう実況者のコスプレした人は、著作権の侵害で、ほんと出るとこ出るんで。マジでよろしく。2ちゃんのまとめサイトの管理に貼っといて。告訴します。真剣に。焦燥権ですね。全員逮捕しに行きますんで。マジでやめてくださいね。